静かなる防衛の時間です。今日は、いや本当驚きました。トランプ大統領、突然の北朝鮮訪問、これには本当驚きました。北朝鮮、朝鮮半島です。軍事境界線の近くで、いや軍事境界線にあるパンムジョムで、トランプ大統領とキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長が会談を行いました。ここ38度線です。すごいのは、 G20 が日本で行われていました。28、29、この29の朝、トランプ大統領がツイッターで、キム・ジョンウン氏に会談の要請をしました。すると、すぐにでも返答があったんでしょう。29日には韓国へ、29日は韓国、韓国へと文在寅大統領と会談を行い、夜会談を行い、次の日の30日昼、北朝鮮との会談を実現しました。これには非核化、非核化が重要視され、しかも何といってもトランプ大統領が北朝鮮に足を踏み入れました。休戦後、66年間もアメリカ大統領は誰も北朝鮮に足を踏み入れてません。こんな劇的な展開があるとは誰も想像していませんでした。自分の感じたところでは、29日の
ツイッター。から。階段はなしだな。と考えていました。しかし、予想外の反応を北朝鮮が示しました。やはり苦しいのは現状でしょう。核開発をしている場合じゃないのかもしれません。それに北朝鮮も非核化をしたい、したかったのでしょう。何せお金がかかります。そんな状況ではない。それに29、30日に会談を視察すると、やはり北朝鮮に相談するのは中国です。中国の介入なく会談できたことで、また展開も変わってきたんでしょう。今までとはまた違った会談となりました。やはりこれができるのはトランプ大統領だからかもしれません。今後非核化がどう進むか気になるところですが、日本もこの会談以降隙間を縫って日朝会談をする運びになればいいのですが、なかなか問題も多いかもしれません。日本側からはその用意はあると言っています。それにしても本当驚きました。急激な展開、マスコミも そこまで多くはいませんでしたが、思ったより報道陣も集まっていたと考えられます。映像を何回も見るんですが、やはりちょっと驚きますね。これで非核化が進んでくれればいいと思います。今日のご視聴ありがとうございます。新チャンネルに今までの記事を載せています。よかったら登録お願いします。